ちゃう。こんにちは、豊さん。はい。15号大谷選手打ったな。打ちましたね。お前ちょっと俺の予言の場所覚えてる？はい、あの引っ張って、ライトスタンド。ライトスタンドな、はい、どうなった？引っ張ってライトスタンド。そうだろ。はい、いやいやこれねまあ確かにフェイクニュースかなんかで釣ったと思うよ、はい、でもあれいやだけど未来予想図っていうニュースですよね。そうなんだよ。14号、なんで俺が怒られるんかなと思う。いや私も思いました。だって14号、そんなに批判しなきゃいけない俺。いや YouTube ってそもそもこうもっとなんかわきあいあい面白くそうだろうやろうよっていうとこから始まったんですよ。だからなんでお前あんな釣り上がってとかさいやいや思いの別にそんな釣ったわけじゃない、その予言としてやってるだけで。だって全部どの球種でとか、いや楽しいじゃんな。いや大谷が今度デッドボール受けてどうのこうのって言ってるわけじゃないじゃない。だってそのまあね、いわゆるめでたいホームランを予想したって14号覚えてますか。14号当ててるんですよ第1打席な。外寄りのまっすぐ、外のまっすぐを。そうだろ。確かにあれはあの違いましたよ、方向はね若干ね。まあでもセンターからこっちって言ってるからね、まあ、ほぼまあ当たりですよ、うん、そうだろ。そうですよ。なんで俺があんなにバッティング受けなきゃいけないんだ。いや私も分からない。もうだって預言者って一部のマニアの間では言われていて、そうだろ、来年あたりからあの何かこう見るんじゃないか水晶で。そうだね。だから15号打ったライトスタンドで、はい、ね、じゃあ16号も言っとくよ本当に。あ、もう見えてますもんね。見えてる。もうちょっと待って、お願いします。高木先生お願いいたします。あ、だだだ、見えた見えた、すぐ見えた、すぐ見えた。16号は今日はね、はい、インサイドの厳しいボールをね割と打ってんだよ、うん、ね、はい、そしたらそのデータが回るとしたら、うん、やっぱ外の変化球だよ、うん、で狂わせろと。はい、それを引きつけてセンターからレフト方面。お、センターからレフト方面。まあセンターからレフト方面って言ったら、いやレフトじゃねえじゃねえかっていうやつがいるんだもうね、何かにつけね言ってくるから言うんだよ。ですよね。いやだからセンターから左中間、左中間ですね、の間。カウントどのぐらいで何だったでしたっけ16号は。ワインドワンぐらいからな。ワンワンからの外の変化球を、うん、そうポーンとポンといくな。16号も早かったですもんね、うん、多分そっちの方向に打つっていうふうに予言はしとくわ。ああ、うん、高木先生は文句あるんだったらコメント欄でそうですね、一切見ないからそうですね、たまにひどいの消すよ。もうそうですよね。それはやっぱり、何これって。いやそれはね、傷つく、別に悪意があってやってるわけじゃないだろうな。そうだからデッドボールとかね、故障するとかそういうことを言ってるわけではないので、そう楽しんで、うん、それででもコメントで今までメジャーを見なかったんですけど、うん、豊さんのこの未来予想図のニュースで大谷選手のあの日の全部の結果調べましたと、うん、なあ、そうメジャーに興味が持てましたってコメントが来たんです。いやだからやっぱ当てたでしょ、はい、とりあえずびっくりしましたよ。だから16号はセンターから左中間ぐらいの方面に打つ。今度は引っ張っては打たない。もう引っ張っては打たない、まあ、そうですね、バッテリーがもう警戒してきますね、まあ、賢いもん大谷も。そうですよね、うん、でも、うん、そういう意味では、まあ、大谷が目立ってるけど、はい、筒子、はい、よかったな。いやそうですね、いや俺帰ってくると思ったよ。あ、ね、ファンの方もそうなってた。いやでもさ、あのままじゃ帰れないだろう。そうですよね。で日本でどの面してやれいいんだっていう。そうですよね。あ、お前メジャーでダメだったんだろうっていうやじが俺の中では聞こえたから。高木先生聞こえた。そうですか。だから俺は帰ってきてほしくなかった。あ、もう逆にそこはとどまってくれ、あのマイナーでもいいから契約してほしかった。でもそれ前に、うん、もうあのドジャースか取りに行きましたからね。ドジャースのさ、はい、GM のコメント知ってる？いやちょっと分かる、そこまでは。彼は日本のスターだよって、はい、だから力は必ずあるはずだって、うん、で取ったんだよ、はい、嬉しかったね。もうでもあと筒香選手も嬉しかったでしょうね。さらにいやでもさらに責任は感じてるよな、まあ、結果だし4番とか打っちゃってるから。出れなかったやつがいきなり4番だから、お前びっくりしたよこっちも。いやいやそれはもうちょっと7番とか6番からスタートさせてもいいんじゃないのって4番打っちゃったりとかしちゃって。チーム変われば本当全くガラッと変わるものなんですね、うん、そういうところでもね、やっぱりそういう責任感を与えると、はい、あの人っていうのは変わってくるんだよね、うん、例えば日本で言えば、うん、中村、ヤクルトの中村、はい、まあ吉川もそうだよな、うん、
あのジャイアンツの、まあ、中村が誰が2番を打つって思った、大体、うん、7、8番のバッターだよ、はい、それを上映って2番ってハマっちゃってさ、うん、もう彼も調子に乗っちゃってだ暗示みたいなことなんだ、ね、いやそうなんだ、だから吉川も3番って、俺最初は荷が重いだろうなと思ってたんだけど、はい、まあ、確かに好不調の波は3番で結構あるけど、でもハマってきてるよ、なんかだんだん。そうするとハミルトンとかその暗示にかけるとポンと調子よく乗っていく選手ってタイプになっちゃうんだよね、あるんでしょうね、なっちゃうんだ、そこに自分が自らハマるような選手になるってことですよね、うんうん、そうそうそう、だからハマるといえばさ、はい、まあ、例えば大谷がもうメジャーのトップクラスになってるよね、で慣れない選手もいるじゃない、日本人のメジャーリーガー、うん、いやそうなんですよ、ね、これ何の差だと思う、いやそれが分からないんですよ、だって今までたくさん外野手行ってるじゃないですか、福留選手であったりとか、うん、まあ、あと松井秀喜選手とか、うん、松津選手もそうですけど、まあ、松井和夫も行ったよね、松井和夫、あ内野手で、はい、でもパッとしたのはさ、まあ、一郎松井大谷じゃない、はい、なかなかそのなかなかこうパーンとはね、はい、いけなかったじゃない、うん、それなぜかというとさ、大谷がなぜああいう風になってるかっていうのは、やっぱ小さい時からの環境だな、あと思考、これは大きいと思うよ、彼は日本のプロ野球っていうのはやっぱステップアップの一つだという風に俺は思ってたと思うんだよ、彼の頭の中にはもうメジャーしかなかったんだよね、でやっとその舞台に立てたという喜びがあって、まずお金なんか最初はあんまりもらってないじゃない、高くないじゃない、日本の方が高いぐらいだったから、だけどそれは小さい時からの夢で、それを実現してここで野球をやろうとする、やっぱもう思考が違うよね、それでトレーニングも変わってくるってことですよね、あ全然変わる変わる、意識が変わるから、それだけで、で途中からは俺メジャーに行けんじゃないかなっていうような人で行った人たちっていうのは、やっぱ日本との釣り合いを考える、これ何の釣り合いを考えるかって、やっぱ金じゃない、いやそれじゃ行かないよって、うん、だから結局夢じゃないんだよ、夢を実現するためには努力をするけど、はい、金のためにはさ、やっぱいい方を取っちゃうっていう、うんうん、この思考がやっぱ活躍を妨げてるっていうふうに俺は思ってるんだよね、はあ、確かに大谷の身体能力っていうのは素晴らしいよ、そうですよね、それはさ、バッターがダメだったらピッチャーがある、ピッチャーがダメだったらバッターがあるんだ、はい、ね、なんなら足なんかメジャーで一番速いんじゃないかっていうぐらい速いんだ、それは身体、持ってる身体能力が違うのと、やっぱリーチが違うわ、リーチ、うん、やっぱ届く範囲が違う、だイチローなんかホームランなんかもう1本も打たなくてもいいって、塁に出ることをヒットを打つことに徹した、だから筒香が今ダメなのは、迷ってるのはホームランなのか、うん、アベレージなのかっていうところなんだと思うよ、はい、まあ、例えば筒香を例に取るとね、うん、で筒香はもうホームラン捨てた方がいい、メジャーではそこは中距離バッターみたいな形にした方がいいってことですか、長距離、まあそうだな、まあ、できれば中距離だな、うんうんうん、まあホームランバッターがさ日本の、はい、アベレージヒッターになっちゃったよって言ったらなんかものすごい小さくなっちゃったような気がするからなでもそこで生き残って活躍するためにはやっぱそこでまた思考を変えないと、うん、だから向こうでさ、はい、一番評価されるのは何だと思う、まあ、例えば出塁率、打率、打点、ホームラン、この4つだったら何が評価されると思う、ホームランとか打点とか、うん、だから打点なんだよ、あ打点、うん、だからホームランは打点付きじゃない、はい、もう自動的にね、うん、でも勝負強さが一番求められるんだよ、うん、だから筒香みたいなタイプは、はい、だからアベレージでいいって、うん、それに徹したらあいつは3割打てるぐらいの力がある、うん、ただどっか頭の片隅にホームランっていうのがあるんだ、今まで日本人の海に当たったメジャーリーガーたちはやっぱりそのホームランバッターも多いじゃないですか、日本で多いよ、でもメジャーに行った途端その壁にやっぱりぶつかるとかあると思うよ、ですよね、だって松井秀喜だって日本で50本打ってるバッターが中距離ヒッターだって言われたんだ、松井っていうのはそのコンタクトもうまかったし3割打てって言ったら打てたと思うよ、でもどっかにやっぱホームランもあるしホームランも期待されてるし、だから苦しんだと思う、ものすごい辛かったと思うんだけど、だから筒香はやっぱホームラン打てない、やっぱ外寄りのボールがもう多いし長いしホームランというのもあるけどね、はい、だから身体能力的には大谷より劣るしさ、はい、それはね、やっぱりね何でもそうだけど徹した方が強いよ、そうですね、うん、切り替えて、そうそうそう、うん、だからそういうことから言えば、はい、大谷なんかはもう最初の子供の頃からの思考が違ったということだよね、うん、そもそもスタートが違う、
違う違う。ですもんね。だからメジャーに行ってもそのまんまホームランバッターとしても生きていく。だからダルビッシュだってそうだよ。ピッチャーだって、はい、うん、ダルビッシュは世界一のピッチャーになりたいと思ってたんだ。で、世界一を取るためにはメジャーしかないわけじゃない今は、はい、だからメジャー行ってあれだけの成績は残せるということだよね、はい、だからやっぱ小さい頃の思考、うん、やっぱ考え方によってやっぱその活躍の場っていうのは違うんだよね。それを考えてもやっぱり大谷選手ってすごい選手ですね。いやもう半端メジャーでトップじゃないの今。今トップですよねホームラン数。いや違う違う、もう能力的にだよ。そうですね、トップはもうヘトヘトだっつうのあ16号打っちゃったよ、打ちましたねっていうふうに言ったらまたね、またね、打てねえじゃないかって言われるからじゃあこの辺でそうしましょう。